ネットビーンズとは、オラクルを中心としたコミュニティにより開発されている、オープンソースの統合開発環境である。Java, PHP, C 言語、C、JavaScript、Groovy 等のいくつかのプログラミング言語に対応している。ネットビーンズプラットフォームを利用して開発されており、様々なモジュールを組み込むことが可能である。ネットビーンズの特徴の一つである。 GUI エディタもその一つである。ほぼ 100%Java で書かれている統合開発環境である。バージョン4.0以降は Java 仮想マシン自体の大幅な高速化もあってネイティブな環境との速度差は感じないとされる。このソフトウェアは Java を開発しているオラクルが開発していることから最新版の Java にいち早く対応できるという利点がある。 JavaSE 5.0が登場した際には、他の IDE に先んじて、新機能であるジェネリックやアノテーションに対応した。また GUI 開発は、ネトビーンズが Java IDE の中で引いてており、フリーデザインによるコンポーネントの配置などの優れた機能を持つ。ネトビーンズは初めから多言語に対応しており、日本語などの多くの言語をインストール直後から利用可能である。 パッケージによって異なるが開発できる言語として Java JavaScript PHP C C Groovy がある。また Web アプリケーションを動作させるのに必要な a p a c h Tomcat Glassfish といったアプリケーションサーバーが同封されているパッケージもあるため別途インストールすることなく利用できる。Java IDE としてすでに広く使われている Eclipse と比較されることが多い。現状、Share 多機能性、プラグインの豊富さは、エクリプスに一日の長がある。ネットビーンズは3.51まで、ジャバルックフィールを使用していたため、特に、Windows ユーザーに受け入れられにくかったようである。3.6でルックフィールをシステンでオックフィールに変更したことにより、ユーザーが増加し始めた。4.0から Java SE。 d e のリファレンス的な開発環境としての側面が強まっている。5.5からは Web サービスやパーシスタンス a p i 等に対するスムーズな開発を可能にしており、NL や JSF のビジュアル開発なども取り込まれた。6.0では Ruby や JavaScript のサポート、プロファイラの統合、ビジュアル、WebGISF と通常の Web プロジェクトの統合、スイングアプリケーションフレームワーク、 そして大幅なエディターの見直しやレスポンスの改善などが挙げられる。Java 言語以外のサポート、複数バージョンのトムキャットサーブレットコンテナや各種、アプリケーションサーバーの対応など、標準機能でカバーする範囲が広がったのが特徴である。また、使用者の利用するパッケージを選択できるインストーラも今までになかったものである。6.1では新たに暫定版ではあるものの、 PHP 対応がされた。また、Ruby のさらなるサポート、JavaScript の本格サポートなど、Java 以外の言語の対応が充実したのも特徴である。また、標準 API 以外のサポートは珍しいのだが、Spring 2.5が Web プロジェクトのフレームワークとしてサポートされた。JSR311 として、 レストファルウェブサービスもサポートされ、Java の最新技術も引き続き先行搭載されていくようである。バージョン管理システムとして、マーキュリアルが標準サポートされたが、これはネットビーンズ自体のバージョン管理にマーキュリアルを使うようになったためだろう。6.5では新たに暫定版ではあるものの Python に対応した。また PHP が正式に標準対応した。その他、 JavaScript のフレームワークにも対応し、プロトタイプ JS、JQuery などをすぐに設定し使用することが可能になり、それぞれのフレームワークに合わせた保管も効くように強化された。ネットビーンズの Java は標準 API 以外のサポートが比較的珍しいのだが h イ b e r n a t e がサポートされ、HQL を即座に試せるようになっている。データベースの扱いが強化され、 データの編集に SQL を打たなくても容易に行えるようになった。6.4以前は英語版から1ヶ月程度遅れて ML 版が登場するのが普通であったが6.5以降では同時リリースされている。6.7ではジラとバグシラといった課題追跡に対応した。また継続的インテグレーションツールであるハドソンとの統合機能も追加された。 プロジェクトの形式として、従来のアントベースのものの他に、メイブン2が標準でサポートされた。合わせて、フプネット、セレニウム、ルビーのリモートデバッグ、C、C でのプロファイリングなどがサポートされたこともあり、品質向上のための機能が大幅に強化されたのが、本バージョンでの最大の特徴である。その後点零で Python とルビーのサポートが外され、点一で、 ジョバフックスと CSS さんのサポートが追加された。7.2ではパフォーマンスチューニングが中心であったが Amazon Elastic Beanstalk 等をクラウドリソースへの対応やサブバージョンがリリースに組み込まれる等の新規軸もある。7.3では新しい JavaScript エンジン、組み込み WebKit ブラウザ、Firefox や Chrome との連携、そして HTML5 や CSS3 への対応強化等、Web アプリケーション開発を中心とした大型の変更が予定されている。なお、オラクルがサポートしているわけではないが、スカーラも動作する。こちらは、スカーラ開発チームが公式のプラグインをリリースしている。ネットビーンズは、1996年に始まった、チェコの学生によるプロジェクトであるゼルフィーにその源流を持つ。 ゼルフィーは Java で書かれた最初の IDE であり、1997年に最初のプレリリースが行われている。やがてゼルフィーはチェコの実業家ロマンスタニックの支援を得て、ネットワーク環境を前提とした Java Beans コンポーネント開発用の IDE として開発が進められることになった。この基本構想がネットビーンズの名前の由来となっている。 ネトビーンズの名を冠した最初のリリースは1999年である。この1999年はネトビーンズにとって重要な年であった。より良い Java 開発環境を求めていたサンがネトビーンズと契約。サンはその後別のツールであるフォルテを獲得したが、ォルテではなくネトビーンズをホルテ 4Java の名のもとにリリースを行った。これは 当時の知名度を優先したビジネス判断であった。しかし、ほどなくネットビーンズの名は復活し、現在に至っている。なお、ゼルフィーに関わったメンバーの多くは、現在もネットビーンズコミュニティで活躍している。2010年の1月にオラクルが3マイクロシステムズを買収した。もともとオラクルは Java の統合開発環境じゃディベラッパーを開発しており、 サンマイクロシステムズのネットビーンズとはライバル製品のため経営戦略により消えるのではないかと危惧された。しかしオラクルはジャディベラパーを置き換える計画はないとしている。またネットビーンズを Java エコシステムの重要要素とみなしており Java 開発に使用する IDE の選択肢を開発者が持ち続けることは重要であると考えているとし開発を継続するとしている。 2010年1月27日のオラクル3ストラテジーアップデートウェブキャストにおいてオラクルがネットビーンズ IDE を今度の計画の中でどう位置づけているかが発表された発表されたスライドショーから関係する部分を抜き出すととなっており従来の方針をそのまま継続する形となっているオラクルはまたエクリプスへの投資を継続する方針も表明している IDE にはそれぞれ一長一短があり、多様であるべきとの考えからである。2016年、オラクルはネットビーンズのアパッチソフトウェア財団への寄贈を提案し、プロジェクトはアパッチインキュベータに登録された。2019年にはアパッチインキュベータを脱し、トップレベルプロジェクトに昇格した。ネットビーンズの主要な機能は以下の通りである。 標準で必要な機能が多く提供されているが、プラグインにより追加機能を使用できる。ネットビンズコミュニティや多くのベンダーから提供されている。Java のビルドにアパッチアントが標準となっており、コンパイル作業が楽に行える。クラス、変数、関数等のコード支援があり、開発者の手助けをしてくれる。また、j a v a d o に JavaSE の API 日本語ドキュメントを指定すれば、 クラスやメソッドのコード保管中に、コマドが現れて日本語の説明文を読める。リファクタリングにより安全に、クラス名、メソッド名、変数名の変更等が行える。JDBC ドライバーを使うことで、データベース管理システムに接続でき、データ操作が行える。バージョン管理システムとして、CVS マーキュリアルサブバージョンの3つが利用できる。 ユニットテストにザネットであるジュネットやフプネットが使用できる。IDE 自体が Java で書かれていることから JavaVM を搭載したオペレーティングシステム上で動作が可能である。なお公式にサポートしているオペレーティングシステムは以下のものである。その他、オラクルエンタープライズリナックス後、Ubuntu 8x および10.04、Red Hat Enterprise Linux など、 他の様々な Linux ディストリビューションで動作することも確認されている。また、フリーブースドのポーツコレクションにも組み込まれている。ネットビーンズのコードの大部分は、コモンデベロップメントディストリビューションライセンスと gnu ゼネラルパブリックライセンス v2 のデュアルライセンスの下でソースコードを公開している。cd dl はモジュラパブリックライセンスをベースとした。 OSI 承認ライセンスの一つである。アパッチソフトウェア財団への寄贈法は、アパッチライセンス2.0に一本化された。ネコビンネコビンは、ネトビーンズのキャラクター。金内和子により作成され、日本コミュニティを介して提唱された、マスコットキャラ。ネコとネトビーンズを掛け合わせたもの。クリエイティブコモンズ表示から、継承2.1日本ライセンスされている。 2008年2月27日、仙台のグループ、東北デベロッパーズコミュニティの設立総会後に行われた懇親会二次会で金内和子が見せたキャラクター画像を見て、ネトビーンズのキャラクターが欲しいという話となり、ここからネコビンが誕生するきっかけとなった。イベントでの利用やグッズ制作にも多数使われるようになっている。ネトビーンズネコビン、ありがとうございます。